谷翔平、ガチで霊の美人リポーターに気がありそう。顔合わせて照れてるわ。人が良さそうやし好きになるのわかる感じの顔。黒人×大谷とか身体能力化け物が生まれてしまいそう。マジでこれぜひ日本人にもっとスーパーアスリートを頼む。ガタイの大きさばっか気になったけど美人やな。室伏二期を超える超人が誕生してしまうんか。2メートル超えでジャンプ力とんでもないやつが生まれそう。誰か知らんけど普通にありやろ。この女もかなりでかくないか。188やってわら。大谷に体格負けてないやん。でかすぎやろ。内面的な魅力も感じる笑顔だな。大谷に聞くのこの感じか。ドジャースに移籍するとアメリカの有名人とたくさん接触しそう。めちゃいいやん。日本人より向こうで相手見つけてほしいわ。めっちゃ意識してて草。しかもこの人超高学歴やろ。大谷とがたい変わらなくて草。素朴そうな感じはあるよな。確かにめっちゃ恵み体の子供生まれそうな組み合わせやな。顔やない、その自分に匹敵しそうながたい。フィジカルにリスペクトせざるを得ないんや。わいこの前この女が大谷の結婚相手としてベストというすれ立てたら大谷の気持ちも考えろとか言って叩かれたわ。大谷も気に入ってるやんけ。お前らわいに謝罪しろ。ごめんね。とんでもないフィジカルエリート生まれそう。大谷翔平さん、なんかドジャースに行って楽しそう。キーン、桃の裏にあんな筋肉つくんや。